はい、リリジョです。ということで今回はですね、前回やったビルドはボートトゥーなんちゃらかんちゃらやっていきたいと思います。まあ簡単に言うと、みんなでボートを作って漕いでいくと、で遠くの方に行ければ行けるだけ経験値とかお金がいっぱいもらえるよねっていうゲームでしたよね。で今回は今生配信で参加型でやっています。動画版 VS 視聴者企画ということで、みんなで協力してボートを作って、どのチームが一番遠くまで行けるか、これを競ってもらおうかなと。視聴者6人が入って全員で作ってもらう、一つの船を作ってもらうっていうのを繰り返して、どのチームが一番遠いところまで行けるのか、これを競ってもらおうかなと思います。はい。前回さ、何したっけ俺ら。なんか階段状作ってなかった俺ら。よっこいせいだが、聞いてたか前回死んどるやん、それで。お前学ばねえな、おめえな。お前なんで学ばねえんだよ、これで。お前学べや、俺作るんだよ。そう。こうだよ、みんな。つなげんだよ。これで完成。お前ら手抜きすぎじゃん。こんなんじゃ勝てねえだろ、絶対。おい。ちょっと作るぞ、もっと。よしよしよし、こんな感じか、こんな感じ固めていくんだよ。よしよしよし。頑丈にしていけばいけますよ、皆さん。よし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 。よしよしよし。いける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 。これならいけるだろう、まずな。オッケーオッケー。行きましょう、じゃあ。みんな準備大丈夫か？じゃ、これ入水するぞ。いいな。僕ら動画班が作った結論の構成です、皆さん。これこそ最強のボートになり得るという感じで。まあ、これからリスナーさんが入ってくるんですけど、もう僕らでゴールしちゃいましょう。もう最後まで行っちゃいましょう。いいな。浸水！レッツゴー！まあ、ということでね、これがまあ一応動画班チームということで、一応こんな感じでボートをリスナーさんと作ってもらってから、誰が一番いけるのかというのを競い合ってもらいましょう。いいですね、皆さん。うむくんと GK なんちゃらとビップバナナ。ソーラー、キョウヤ、はい。この子たち結構優秀なイメージ。今までの撮影とか見るんだけど。さあ、動画班を。おい、リトル。お前らじゃ俺ら動画班を超えるボートは作れねえよ。何言ってんだ、お前。グリッチのレベルがわからんけど、まあ、任せるわ。まあ、でもグリッチは使わん方がいいんじゃないか。正々堂々やった方がいいんじゃない。はい、作ってね。はい、ということで、まず、リスナー1チーム目。はい。リスナー1チーム目見ていきましょう。いくぞ。じゃあ、振り向くよ。いたこっちまで行くわ。で、これ振り向いたらいるから、ボートが。これはいけるでしょう。これ良さそう、普通に。まあ、短期間でよく作ったね。この船の名前、神。まあ、シンプルだね。じゃ、やっていくか。芸術的だね。素晴らしい。じゃ、俺ここ入るわ。よし、じゃあみんな行くぞ、じゃあ。浸水。浸水をしてみんな。短時間ではよく連携取れた方やな。まあ、チャットとかでしか、ね、コミュニケーション方法がない中でよく行った。よし、行こう。何しとるん？なんかさ、これ生きてるな。おい、この船生きてるぞ。これ、ワンピースのゴーイングメリーゴーレベルやん、これ。おい、生きてる、この船。ほら、この船生きてる、普通に。どういうことなの、これ。なんで動いてんのか。果たして、どこまで行けるのかって感じなんですけど、これも無理じゃね？これ以上。配信がラグいかもしれん、みんな。こんなの失格だよ、これ。失格。俺の配信を潰した、こいつら、マジで。感想ありますか？今のチーム、ほら、あのチームについての感想をお願いします。ゴミカス。なんかね、まあまあ、12点。満点何点なの、まず。あー、めっちゃ点数高えわ。かわいそう。誰がや。ということでですね。はい。まあ、面白い。まあ、俺的にはまあ、面白いから、面白い点は高いかもしんないね。ありがとう。いや、でも短時間でよく作ってくれた。いや、面白い、おもろいぞ。だから、リトルがいいんだけど。まあまあ、いっか。まあまあ、いいや。お前、できんのか、お前。お前、やれんだろうな、お前な。よーし、じゃあ、みんなで協力して1個のもの作ってください。はい。よろしくお願いします。入り長さん、もうできたよ。は？ガチ？は？まだ5分も経ってねえぞ。は？ガチ？さあ、まあ、動画班のリトルが入ったリトルチーム。え、嘘でしょ？え、は、何これ、は。いや、これレイスポータル、これ、え、エーペックスのレイスポータルやん、これ。え、何これ、は。これ最強じゃない、これ。これ理論値、これすごすぎるぞ、これ。マジでいけるんじゃない、これ。これすごいなぁ。あ、ちょ、助けて。あ、はい、なんすか、リトル。あ、ちょ、あ、リトル。リトル。あ、リトル。みんな、あの、レイスポータル型、リトル。リトル。で、出れるか、大丈夫か、リトル。
よかった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 ね。え、これは結構いけるんちゃうの。でもほらめちゃめちゃ大きいぞ。これどう進むん。これ皆さん、動画班、動画班、リスナーリスナー、これ大丈夫か。これいけるか。これブーストかかってるね。ここどういう理論なの。これどういう理論なんだこれ。だからここ一人飛んでるんよ。これほら別のとこ飛んでるんよ。だからこれはいけそうだけど完全に飛んじゃってますね。これ完全にやっちゃってますね。これ飛んでるから失格なのではというような声がたくさん来ておりますよ。炭治郎くん、炭治郎くん、君だね。君が操縦者だな。釜の炭治郎くん、君だよ。さあということでリスナーさんの評価を見ていきましょう。どうですかリスナーさん、これどうでした。これ、空飛んじゃってるのがな。確かにな、空飛んじゃってるのがまずかったかもしれないね。あ、でもかっこよかったね。見た目はすごかった。遅いね。何書いとるん。あー、ラドン来たな。おめえ、動画班のラドンが参加してきました。お前協力して作れる。 お前無理なんじゃないかな。多分お前なんか無理な気がすんだよな。どうも天才です、お願いします。嘘つけお前。おい、はい、ということでラドンチームが完成したらしいので見ていきたいかなと思います。うわー、かっこいいなーって。大丈夫なんだろうな。いくぞ。見た目で判断するのは良くないな。男だってそうじゃん。かっこいいが全てじゃない、性格も見ないと。はい、ということでね、ラドンチームでした。ありがとうございますと。まあまあまあ、どうでしたか視聴者さん今の。0点、うん、これはやばいですね。0.1点。どういうこと小数点の付け方がおかしいんよ。あまあね、まあまあまあ、特にまあ僕からはですね、まあまあまあ、ノーコメントで動画班はいないね。全員多分リスナーさんだね。さあリスナーで作れるのかっていう感じですね。はい、痩せ細った富岡義勇がいるぞ。どういうことや。じゃあ見ていくか。え、本当に言ってるお前これ。本当にこれでいいの。やってみるか。え、どうなんだろう、これ気になるな。どのレベルの進むかどうか気になるね。よし、じゃあみんなよし行こう。ああ悪くはなさそうだけど、あ正面消えたけど、あ、いけてる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 。ほら小型にした方が避けやすいじゃん。これ岩とか大きくしすぎるとぶつかるじゃん。だからあえてほらちっちゃく挑んでるんだ。ほらいけてるいけてるいけてる。うわーって僕が大きい層出しました。そこでアピらなくていい。うまい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 、いいぞ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 。そのままいけ、そのまま進め進め進め。さあゆっくりと進んでおります。ゆっくりと進んでおりますが、さあ少しずつ船の耐久値は減っております。さあこの子の腕はなくなった。腕が吹き飛びましたよ皆さん。腕吹き飛んじゃった。さあこの状態で進めるのか。さあ一人減ってしまった。人いけるか、いけるのかお前。でもなんか普通にいけてるね。痛い。うわーでも崩れた。あ壊れた、ほら壊れた壊れた壊れた。みんな大丈夫か、みんな大丈夫か。さあやっぱりここのエリアを突破することは厳しかった。ハゲチオになっちゃった。どうもハゲチオです。俺ハゲ気にしてるんだからさ、ハゲチオやめてもらっていいですか皆さん。君らのせいでハゲちゃった、どうすんの、ね、誰が責任取ってくれるんこれ。おい、今回マイクラ動画班のゴリユキいるぞ。マイクラ動画班の西村ゴリユキいるぞみんな。伝説の。ということでやりますか。じゃあラスト動画班のゴリユキが入ったチームの作品を最後見ていきたいかなと思います。で、はあ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 、2チーム目か3チーム目みたいな感じで、あめっちゃでっかく作ってるな。こっちだってすげえな。全員いるな。よし全員揃ってんな。よし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 、いるな。トラックじゃねえかみたいな感じだけどね。よし申請するぞみんな、出発。さあどのレベルまでいけるのかですね、見ていきましょう。うん、でお前はなんか見たことあるんだよな。なんかお前混ざってるよな。お前なんかいろいろ混ざってないお前。
お前なんかいろいろ混ざってるな、実況者かな。でもなんか全てを防御できそう。あ、ゴリ寄せてるね、ほら。ゴリ寄せてるか？大丈夫か？なんか怪しい雰囲気があるぞ、大丈夫？面白さマイナス9999無料体数、どういうことや？はい、らしいです。まあね、あまりにもね、まあ勝負をしにかけすぎると、まあこういうことが起きちゃうわけですね。ブーストやめてって、なんかもう、ちげんだよ、ちげんだよ。はい、終わらせろや。もう俺逆さまになってるんよ。もう鉄壁の守りの意味がないんよ。もう鉄壁の守りが崩されるんよ、これ後ろから行くと。何のために正面につけたん？1グループ目がいい。やっぱそうだな。俺のチームが良かった。ということでね、まあ動画班が優勝ということで、いいですね、視聴者さん。納得ですね。あー、やっぱりね、視聴者の皆さんじゃ、まだまだ動画班には勝てないということですね、皆さん。はい。1グループが一番まともだった。なんで俺らがまともになる？普通に。おふざけして作ったつもりやったのにな。皆さんね、今後とも またやりたいなと思いますんで、皆さんね、またボート作り磨いてください。はい、そんな感じで動画は以上になります。よければ皆さん高評価とコメントよろしくお願いします。じゃあ、おーつ、バイボー。